ホリエモンチャンネル。はい、こんにちは、寺田ゆきです。ということで、本日はですね、居酒屋ホリエモンチャンネルということで、一緒に乾杯してくださるゲストの方、まずはご紹介したいと思います。花丸学習会代表の高浜正信さんです。よろしくお願いします。じゃあ早速乾杯、始めまして、よろしくお願いします。うん、うん、美味しい、うん、これ美味しいな、やっぱりこれはすごい。この場所なんですけど、西麻布にあります長野屋さんというお酒屋さん、酒屋さんですね、が運営されているイベントスペースに本日はお邪魔しているんですけれども、まあ、長野屋さんということだけあって、たくさんのお酒がこのイベントスペースに置かれてまして、ここでイベントやるとこういうのが飲めるんですよ。いいですね。これいいでしょ。いいっすね。これ堀江さんが飲んでるやつですかね。そう我々も借りれるんですか、ね、借りれますよ。お、多分ぎゅうぎゅうで20人ぐらい入れると思うんで、あー、であのケータリングも頼めて、この辺のいい料理屋さんからセレクションしてということで、本日はちょっとケータリングではないんですけれども、久しぶりに私寺田が手料理を作ってまいりました。すごい。何なんですかこれ。これあの春なんで春野菜をふんだんに使ってこようと思いまして、これアスパラとキノコの白だし、はい、おひたし、おひたし的なやつ、はい、でこれ春キャベツをふんだんに使ったホイコーロー、うん、そしてこっちが春玉ねぎを、うん、あの新玉ですね、新玉を使った、いいね、新玉でサバ缶とあのバジルでマリネを作っております。合うと思います。本当ですか。ホイコーロー、ホイコーローやっぱ男は僕、うん、まずこっち食べてください。どうだろう、味濃いかも、うん、キャベツがうまいね。おいしい。あ、よかった、うん、あ、キノコの味が優しい、優しい白だしで、白だしで、はい、うん、和え物にしてきました。これサバ缶、サバ缶と新玉で、あのジェノベーゼのソース入れてオリーブオイルでマリネにしてきました。おしゃれな料理だねこれオリーブオイルとレモンちょっと入れてマリネにしてきました、うん、あとサラダほうれん草も入れて、うん、トマトと。お口に合いますか。大丈夫ですか。わ、嬉しい、うん、嬉しい嬉しい、うん、スナックやった方がいいんじゃないですか ね、ちょっとスナック本当に、うん、ぜひじゃんじゃん飲んで、じゃんじゃん喋りましょう。カノスケ、高浜さんが飲んでらっしゃるのも、うん、あの店主の秘蔵のウイスキーらしくて、秘蔵のやつだから本当に美味しい。もう置いてない、薄くしてくださいって言ったんだけど、もうそれでもめちゃくちゃうまい結構好きですね。あ、そうか、はい、やっぱすぐ赤くなって酔っ払いますから、早めに話しさせないとそうですね。最初始めたのはいつぐらいなんですか。1993年ですね。26年前ですね。長いですね、もう。もう長いですよ。うん、だから、もう、ある程度バーって言ったら。それまではなんか学校の先生とかされてたんですか。それを聞きたいですか。はい、三浪四流ですか。はい。で、三浪四流で。で、しかも大学院まで行ったら31で卒業みたいな。え、あ、そうなんですか。そう。何系ですか。農学部ですね。またちょっと、あれですね、うん。意外な言葉が返ってきましたね。いや、いや、それはな、成績悪いから、うん、そこしかねえみたいな話で。ほう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 。大学行ってなかったんで。はい。で、落語、映画、ほん、バクシって言ってるうちに29まで行っちゃってしまったって。なるほど。まあ、簡単にはそんな感じです。ほう、それで、はい、花丸学習。好きなことを本当に、こう、やり尽くそうと思って。みんな、学籍、就職とか言ってるけど、あの頃は段ボール箱いっぱい来た頃だから、就職ね。はい。3泊ぐらいしたの。もう右から左に。どういうことですか。就職、リクルート就職ジャーナルみたいな。そう、うちへどうぞっていうのが、もう封筒じゃなくて、箱で、ドサッ、うん、だってこんな分厚いのが、ドワーッと来ましたね。好きなことだけで生きてきたと。
好きだけど、まあなんか、その、ジョン・レノンのソロアルバムが一番感動のピークなんですけど、はい、それぐらいこう、生きるっていうことはやっぱ感動することだから、その、もっといろいろあるんじゃないか、うん、まあ、新章の落語とかやっぱすごかったしとかね、うん、やって、まあまあ、そういろいろ感動することを感じながら、まあ考えることをやりながら、哲学の一年とか、こう、一年間哲学だけとかやりながら、うん、まあ、教育と芸術だったら生きる会はあるな、みたいな結論を出しながら生きてきて、でもその間に、あのバイトを25、6から始め、あのちゃんと始めた時にその予備校とかその進学塾とかねやって、ああよくいますよね、そういう人ね、まあ、うん、一番、うん、なんか金もいいしってのもあるし、うん、もう可愛いし、うん、可愛いから子供たちがですか、うんうん、それでやって、まあ、そういうことはほら川辺一郎君とかしてる、はいはいはい、が最初の世代の教え子です。あ、教え子なんですか。教え子です。あ、そうなんだ。はい、で慶応の子だけ集めてるところでやって、でまあその中にその社会的な引きこもりの問題っていうのをこう直面して、まあそのいろ、あ、まあ某予備校に行ったらごっそりあるクラスはもうこら飯食えないでしょう将来みたいなね、うん、男子長男優しい言われたことはやるけどこう自分にやりたいことが言えないみたいな、うん、塊をと見て、でまたまたまそのいろんな人に相談したら医者でね精神科医になりたてのやつが、いやいやいや世の中今ものすごい数いるんだよ社会的にはそういうのって、でどんどん年取っていくお父さんお母さんぶら下がってね働くでもない学ぶでもないみたいになってる人がいっぱいいるんだよって言って、いやそれは大問題でしょうと、うん、でなんで誰も何もやってないんだ、いや小学校は来なくても卒業させちゃうし中学も卒業させちゃうしね、うん、で高校は大学の名前だけ追いかけてやってるしね、うん、あの変わんないんだよねみたいなこと言って、いや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 、それは教育優勝って変えないとって、飯食える教育に変えないとっていうのが、うん、それが一番の問題意識 で、そのなんとか中学合格とか そこをまあやっててもいいけど、その結局飯食いさえすればいいっていう教育に変えないと意味ないよなっていうのが最初の問題、うん、なるほどなるほど、わかるでしょ、まあまあ、うん、全然わかりますよ、うん、いや僕はずっと教育の中で言うと、うん、教育機関にあんまり頼ってないというか、ああ素晴らしい素晴らしい、うん、そうだったんですよね、うん、今思い返すとですよ、分かんないですよ子供の頃は、分かんないんだけど、そう言われてみれば学校っていうか教育機関に行ってて楽しかったのって小学校の時の塾だけだったなと思って、でしょ、塾の先生ってやっぱ小学生って落ち着きないし興味がまだいろんなことに興味を持ったりしてるから、そういう奴らに中学に受かる、名門中学に受かるための勉強を教えなきゃいけないから、やっぱ面白くないと絶対聞かないし。塾って面白くなかったらアウトだ、うん、そう。だからやっぱ超レベル高くて、うん。確かに塾に行くと、なんかそれが楽しいって思うメンバーも揃ってるから、うんね、塾面白いイメージ確かにありますね。うん、学校ほら黙って聞けて他のやつやってんだからみたいな。うんうん、もう一つは、当時は言っても僕の時代ぐらいまではスマホもネットもないので、だからその嫌なやつとも一緒にいなきゃいけなかったりとか、社会の仕組みとしてね。だけど今って別に嫌なやつと一緒に仕事する必要もないし、スルむ必要もないから、もうそのネット上で小宇宙化でね、もうみんなこうそこで完結しちゃって嫌なも見なくて済んじゃう。いやもう見なくて済むし、その自分に合った人ってやっぱりいますよね。まあ確かにね、まあいい意味では本当に。食べ食う虫も好き好きと言いますか。すごく自分に合った人たちと出会えますよね。っていう仕組みがあるのにもかかわらず、あの教育制度が未だに維持されてることがやっぱ根本なんだろうなっていう。なるほど。うん。そこか。僕はそこだったんですよね。なるほど。でそれがやっぱりずっと続くから。要は、親とか先生もその流れの中に完全に埋まってるので、子供に対して、その、没頭したりとか、うん、いろんなことに興味を持ったりすることを邪魔するじゃないですか。そう。本当にそう。一つ例を挙げると、うん、囲碁の元名人の依田さんっていうんですよ。うん、その人なんか、北海道で、オール一。囲碁だけは強いし、俺囲碁だけやりたいからやりたくねえっつってやらなくったら、うん、もう体育の先生だったからな、とにかく中学の田舎の先生だから、お前普通のやつみんなやってなんだよお前やろってボコボコ殴られるみたいな、ね、日本の教育でしょそれが、うん、みんなやってんだからやれよっていう、うん、その明治以降のねその兵隊をいっぱい粒立ったやつを作るやつをやらされて、でバカバカしてやってらんないから囲碁だけやってて、でもちゃんと名人になってあのトップに上り詰めた、で食べれてるわけですね。食べれてるどころかも。食べれてるっていう概念はもういらない。うーん、
もう食べれてるっていうことが、もう、死後。あ、だって食べれないって、食べるっていうことを言うのは絶対ダメ。あ、なるほど。だって、今だったら、別に普通に、俺ちょっと、なんていうの、ご飯、今日のご飯代ないんで、おごってみたいな。確かに、それで生きてる人いっぱいいますしね。あらゆるこう、ね、ネットがあるから、こう、食うだけで言うと、何にもしなくても確かに食うことは食えるかもしれない。だって今、例えば、ホームレス小谷さんとかもそうだし、うん、で、ホームレス小谷さんがうまくいったから、うん、なんかいろんな彼のコピー芸人みたいな人がいて、うん、50円で何でもやりますみたいな。あ、いや、0円とかね。0円でも、ただでも何でもやりますみたいな人が来ると、いや、飯ぐらい食わせてやるよみたいな。なるほど、なるほど。食うことって、食えるっていう言葉が死語だと思いますね。ダメか。じゃあ、そうか、そうか。と僕は思っていて。なるほど、なるほど。うん、もう SNS の時代って、完全にそうマッチされてて、うん、あ、シェアリングエコノミーなんですよ。うん、いや、つまり昔は、その、誰か一人を支えようと思ったら、自分が全部支えなきゃいけなかったんだけど、うん、それネット上で100人がこのダメなやつを支えようみたいなことができるんですよ、ね。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ねえ、繋がった後以降のもう世界は変わっちゃったから。そう。ね。変わっちゃいました、ね。変わっちゃったよね。うん。うん、いや、僕の時代は違いますよ。うん、僕の時代は本当ボコボコにされてましたよ。されたでしょ？されました。こんな存在大変だったでしょ？はい、大変だったんですけど、僕は意外と、意外と合わせられるんですよ。ああ。俺刑務所に、刑務所に入って、あいつは大変だろうってみんな言うんだけど、うん、いやいや、お前俺のこと分かってねえだろうって。どんだけ幅があんだよ、みたいな。うん。だからもう、普通に模範囚で、うん、ノートラブルで帰ってきましたからね。あれ、ちょっとした言い争いとかでも、懲罰房いられますからね。で、もう、だからその管理教育に合わない人たちは、相当多くて。おいおいおい。すごい。で、特にできるやつが、ものすごいあぶれちゃってるから。すごい僕困るのは、最近その HIU とか、そういう組織を作って、最初みんなやりたいことがないんですっていう人たちがすごく多いわけ。ほら、出たー。これ今キーワードですよ、僕。講演会の。やりたいことをね、言えないから、人生不幸の。そうなんですよ。本当にその言ってんの。はい。ね。でもやりたいことを言えないようにしてるのは親とか先生じゃない？先生、先生。うん。とにかく通りゃいいみたいになっちゃうから。